皆さんこんにちは、志摩ニュース&リポートです。志摩市を代表するあの食材の漁が始まりました。それではどうぞ。4月19日水曜日、あの里地区で今季初めてのアワビの水揚げがありました。漁港はアワビ漁を終えた海女海士さんたちでとてもにぎわっており、収穫したアワビの計量が行われていました。計量後は入札に参加する仲買人や旅館、飲食店の料理人たちが集まり、アワビの品質を見定め、次々と入札が行われました。今回のアワビ漁では約 100kg のアワビが水揚げされました。志摩の特産であるアワビをぜひお楽しみください。